マジャール・アガールは犬の品種である。ハンガリーに由来するサイトハウンドの一種。狩猟や追跡のために刺激され保存されている。マジャール・アガールは時にハンガリアン・グレイ・ハウンドと呼ばれているが、これは5章である。マジャール・アガールはグレイ・ハウンドの子孫ではなく、独自の犬種指定とユニークな特徴を持つ別の犬種である。より適切な代替名は、 ハンガリアンゲーズハウンド、またはハンガリアンサイトハウンドであろう。マジャールアガールは、優美かつ眼鏡なサイトハウンドである。彼らはグレーハウンドに、いくつかの点で似ているが、二つの剣士間の構造上の重要な違いがいくつかある。マジャールアガールは、体が長く、グレーハウンドよりも、重い骨の構造を持っている。頭部はくさび型をしていて、 顎の筋肉が充実していて、鼻が短く、グレーハウンドよりも洗練されていない。また、皮膚が厚く、短くて、密度の高い、滑らかな紐を持ち、冬の間は少し長くなる。このように、彼らは非常に丈夫な犬で、他の短毛のサイトハウンドよりも低温に耐えることができる。バラの形をした耳は半分くらいまで上がっていて、楕円形の目をしていて、 明るく優しい表情をしている。体重は49ポンドから68ポンドの間で、肩の高さは25インチから27インチの間である。マジャールアガールのグレーハウンドネスの量はヨーロッパのブリーダーや愛好家の間で論争の的となっている。この問題は19世紀から20世紀初頭にグレーハウンドがマジャールアガールを使って繁殖されたという事実を 中心に展開されている。マジャールアガールの頑丈な体格は、険しい地形の上に獲物を追いかける上で、理想的だ。彼らの構造を考えると、マジャールアガールは短距離ではで、グレーハウンドのように俊敏ではないが、はるかに長い時間の長い期間、長い距離を行動するのに適しており、より大きな持久力とスタミナを持っている。昔は、 馬に乗る主人と同行するトレイルに期待されていた。マジャール・アガールの平均寿命は12から14年である。マジャール・アガールは愛情深く従順である。他のいくつかのサイトハウンド犬種よりも、はるかに強い守備本能を持っているが、人を噛んだりすることは、ほとんどない。通常、子供たちや他の犬たちの周りでも行儀が良い。彼らはやや遠慮がちだが、過度に恥ずかしがりはしない。 知性があり、訓練しやすく、忠実だ。他の犬と同様に、早期に行儀良くなるに違いない。マジャールアガールは、非常に適応性があり、適切な運動と人との良好な関係がある限り、室内や屋外の犬小屋で快適に暮らすことができる。室内に飼育されている場合、彼らは、非常に簡単に、ハウスブレイクし、素晴らしい室内犬になる。 日中、彼らは眠っている、時間のかなりの部分を過ごすことになるが、彼らは決して、カウチポテトではないし、健康と幸せを維持するために、毎日の運動を必要とする。他の犬種のようにボールを追いかけることには、あまり熱心ではないので、長時間の散歩や、フリーランニング、自転車と共に走ることは、マジャールアガールの運動には最適な方法だ。家の中では、猫や、 その他の小動物と穏やかに暮らすことができるが、彼らの猟犬としての伝統を忘れないようにすることが大切だ。彼らは優れた猟犬であり、ハンガリーでは今でもそのような目的のために使われている。そのため、獲物に似たものを追いかける傾向がある。しかし、適切な導入としつけがあれば、猫や小型犬とうまく共存することができる。 マジャールアガールはおそらく10世紀にカルパチア盆地とトランシルバニアにマジャール人に伴われてきた。言い伝えでは千年余り前に北東ハンガリーとハンガリー大平原に初めて到着したとされる。マジャールアガールの最古の考古学的証拠はハンガリーの北と東の国境地域カルパチア山脈で発見されている。現在、マジャールアガールが マジャール人のカルパチやボンチ到達以前に存在していたかどうかはわからない。マジャール・アガールはハンガリー平原全体に住んでいたが、サボロチサトマール・ベレグ県、ハイドゥービハール県とソモギ県の3つの県で強い狩猟の歴史があった。マジャール・アガールの形態は19世紀のグレーハウンドの導入まで中世から近代まで同じままだった。マジャール・アガールは長距離レースに使用されていた。 ハンガリー人は、マジャールアガールは1日あたり3 0トルから5 0トルの距離のハンターに従って行動することが期待されていたとする。ハンガリーの歴史のほとんどを通じて、マジャールアガールの所有は貴族に制限されていなかったが、貴族が所有していたマジャールアガールは他のものよりもはるかに大きかった。農民が所有していたマジャルアガールは、 ファームアガールとして知られていたか、単にウサギのキャッチャーとして知られていた。マジャールアガールのこれらの小さいバージョンは、現在では絶滅している。良いコンパニオン動物を作ることに加えて、マジャールアガールの優美な外観と洗っただけで着られるコートは、外観を特徴づけている。ヨーロッパの外では珍しいが、少数のマジャールアガールは、米国に存在している。 北米のマジャールアガールの所有者は、ユナイテッドケネルクラブ、北米ケネルクラブ、人種、アメリカの気象種協会、国際的なすべての犬協会の品評会で犬を展示する機会がある。さらに、マジャールアガールは、ルグラとノートラアマチュアレースイベントと ASFA のルアーカリイベントに出場する資格がある。ありがとうございます。